パリオリンピック五輪の陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口春香26イコール JAL が13日地元の北海道旭川市内で行われた外線、外線パレードに参加した。パリ五輪時と同じヘアメイクで登場し胸には金メダル。ツートントラックの荷台に乗り沿道に詰めかけた市民ら観客に向かって笑顔で手を振った。 トラックは旭川平和通り買い物公園の1キロ弱をゆっくり走行。母校の旭川東高の陸上部と吹奏楽部が先導した。